アイシラのジョイントサイエンティミーティングですね。で、これについてちょっと今日お話ししたいと思います。で、私が発表したのは、インターベンションオファシアインペインということについてお話ししました。これは、僧帽筋と棘上筋の間のリリースですね。これは肩こりに対してよくやるポイントです。で、インターベンションの種類ですね。インジェクション、マニプレーション、ドライニードリング、サージェリーってあるんですけども、それぞれの使い分けですね。これ、病態で言うと、可動域、それから癒着の強弱、それから、侵襲の弱い強いですね。それからエリア、治療部位の範囲によって、先ほどの手技を使い分けます。で、生殖の注射の歴史ですね。世界的に見ると1950年代からあるんですけども、日本では、まず2010年ですね。これ最初、局所麻酔薬を使って MPS に対して、インターファシアルブロックっていうのを報告しました。それから2012年に、こういう生殖が、を用いてインターファシアルインジェクションっていうのを報告して、で、その後、エコーを導入して、筋膜に対してマイファシアルイーストっていうのを考案して、さらにその年に、マイファシアだけではなくて、ファシア自体ですね。いろんなファシアに、このリリースが有効であるということを報告しました。で、2017年には、特にこのインジェクションですね。注射に関してはハイドロリースというふうに命名しました。で、MPS って有名なんですけども、マイオファシアルペインなんですけども、筋膜だけではなくて、ファシア、いろんなファシアに有効なことが分かったので、ファシアルペインシンドロムっていう概念を我々は提唱しています。これは、このファシアっていう本にもしてありますし、ジェイノスのホームページにも書いてあるので、よかったらご覧ください。で、特にこのウルトラサウンドガイディッドファッシャーハイドロリリースについて、お話ししました。まず定義ですね。これは注射のテクニックで、リリースっていうのはセパレーションとリラクセーションっていう意味があります。で、これは、アブノーマルファッシャーに対する注射の手技で、痛みだけではなくて、この柔軟性を改善すると。そういう手技となっております。で、よく似た言葉に、ハイドロダイセクションというのがあるんですね。で、これの違いなんですけど、たくさんあるんですけども、一番大きな違いは、ハイドロリリースっていうのは、ファシア自体をターゲットとすると。それともう一つ大きな違いは、量が全然違うんですね。ハイドロダイセクションは、10とか20、あるいは、40とか50入れるんですね。一方で、ハイドロリリースは、1から 5cc、せいぜい 10cc ぐらいですね。それから、注射するときのこういう、これはハイドロダイセクションではこういう、ドーナツサインってこういうふうに神経の周りに広げるんですね。で、ハイドロリリースは、このスタッキングファシア自体を目標としているので、こういうふうに、これを我々はミルフィーユサインと言っています。こういうエコーで見る画像も違いがあります。で、薬液の広がりですね。これは、僧帽筋と菱形筋、あるいはその下の長肋筋。で、このキャダバーを用いた実験で、僧帽筋と菱形筋の間にペリカンインクを 1cc 入れると、20から25平方センチメートルとかなり広がるということが分かりました。これも2019年にペインメディソンにアクセプトされました。それから、目標となる構造物ですね。ファシアの痛みに対して。いろいろあります。神経周りだけじゃなくて、マイオファシオ、レチナ、マイファシア、レチナクルム、リガメント、テンドンシース、ジョイントカプセル、それからファットパッド、
それから神経の周りのパラノイアルシスとか、神経の周りのファシアですね。それから、血管の周りのファシアですね。その他として、皮下組織とか LFDU。これ、黄色靭帯硬膜複合体ですね。こういうところもターゲットになります。ということで、これ神経周りじゃだけではなくて、さまざまなファシアがターゲットになるというのがこの手技の特徴です。で、このスタッキングファシアですね、重積が起こりやすい場所、これをいくつかご紹介します。まずこういう、屈曲するところですね、カーブエリア、この、こういうところにスタッキングファシアが起きやすい。で、これは、筋肉でも、腱でも血管でも神経でも、どれでもこういうカーブのところには、スタッキングファシアが起きやすくて治療の対象となります。次にこういう交差しているところですね、こういうところにスタッキングファシアが起きやすい、これももう腱だけじゃなくていろんなファシアですねが交差するところ、まあ有名なところではこうインターセクションシンドロームなんかがあります。こういうとこですね。足でいうとこういうとこが治療ポイントとなります。で、次に、スタッキングファシアが起きやすい場所として、いろんな構造物が集まるとこですね。これは鼠径部のこの医療キャプスルアリスなんですけども、こういう構造物が集まるとこですね。こういう白いとこ。こういうところに、スタッキングファシアが起きやすい。で、そこが治療対象となるということです。で、これは、ウポ上腕靭帯のリリースの動画です。これはもうずいぶん前からやってるんですね。4、5年前からやってますかね。で、これをファースト回線したときに、これ治療、前ですね。あまり動きが良くないです。で、治療後。かなり可動域が改善しております。これを、何例か集めて、治療前後、比較すると、ファースト回線でだけではなくて、いろんな、動きが良くなるんですね。それと、リハビリをした後にまた良くなると。で、これを先ほどお話したサイエンティフィックリポーツに今年10月ですね、アクセプトされました。で、これも意義としては、生理食塩水を用いて、神経ではなくて、ファシア自体が治療対象となって、で、痛みだけではなくて、可動域がも改善するという。で、生食を使ってるんで非常に安全だと。という革新性がこういうアクセプトされた理由ではないかというふうに思っております。で、今度は診断ですね。で、これを多職種連携でやると。で、発現評価なんですけども、整形学的検査とか、痛い時の動きですね、それから末梢神経の分布。それから関連痛、それからデルマトーム、ファシアトーム、アンギオストームと。そういうのを多職種で、連携しながら評価する。その時の共通言語がこのエコー所見ということになっております。こういうマルチプロフェッショナルコラボレーションが必要であるということです。で、Q&A ですけども、これ、須田先生に答えていただいて、私は英会話はあまり得意じゃないんで、で、なんで聞くのかっていう質問があって、これは、滑走性を良くするってことですね。癒着を改善して。それから、局所の補液効果。それから、発痛物質の洗い流した。ということになっていますが、今、私が考えているのは、この、電気的な何か変化があるんではないかと。で、筋電図を購入して、あとは絶縁針ですね。今、リリース前後でどういうふうに変化するっていう実験を行っております。
ただノイズがすごく多いんですね。筋電図取るにはすごく微弱な電流なんで、ノイズ除去が非常に大変で、で、工学の偉い先生と今、一緒にやっていて、今、そういうノイズを除去する回路を作っていただいて、それが面白くて、ノイズを除去する回路っていうのが、オーディオのノイズを除去する回路と同じなんですね。なんで、まあ、進展があったらまたお話したいと思います。さて、15分話したので、ちょっと休憩で。これ夏休みに、白川郷ってところ行ってきたんですけども、これ私のね、中古のオンボロキャンピングカーなんですけども、まあ、犬はすぐ寝ちゃうと。で、この夜ね、この犬と遊びながら、このハイボールを飲むっていうのが、非常に私の楽しみになっております。さて、後半は、最近のトピックス2022かな？はい。で、肩外側部痛の治療ポイント、血管に注目してっていうのを話したいと思います。新しい治療技術をいろいろ考案したんですけど、いまだにまだ新しいとこ発見するんですね。で、硬い外側骨ってなかなかここだけ残っちゃう方って結構いらっしゃって、いろいろやってるんですけど、なかなか良くならなくて、最近面白いポイントを発見したんで、それをご報告します。で、まずこのデルマトーム見ると、硬い外側って L5S1 なんですね。で、一方で、硬い後面は S2 になっております。L5S1 ですね。で、デルマトームっていうのはご存知のように、神経による表材の知覚部分。それからファッシアトームっていうのは、それぞれコンパートメント化されたディープファッシアには知覚の担当髄節が存在するという概念。これ、河原先生の論文なんですけど、ディープファッシアですね。で、このディープファッシアの、張力伝達の方向ですね。これ4つあって、今回はこの緑色のここですね。ラテラルモーションラインですね。で、この緑色は、これファッシアトムなんですけども、上肢の場合は前から5、6、7、8TH で、下肢の場合は4、5、S1、L2、3、これ時計回りのこうなんですけども、硬い外側なんで L5 なんですね。で、硬い外側中に有効なポイントってたくさんあるんですね。たくさんあるんで、まあ代表的なものを今日はご紹介して、あとは新しく、考案した場所についてお話したいと思います。まあ、あと、まずよくやるのは L5 の神経根ですね。これ動かすと、この L5 が動くんですけども、ここが拡大してます。このくるくる消えるところが L5 です。動いてるのわかりますかね？で、場所が分かれば手技はそんな難しくなって、こういうふうに注射をします。こっち側ですね。で、ちょっとポイントはですね、あまりギリギリまでいかないと。少し離れたところから薬を広げるというのがポイントです。で、今度は S1 ですね。後仙骨、ここからこう入れてます。で、次に、ディープグルティアルシンドロムですね。以前はこれ異常筋症候群って言ったんですけど、最近は心電無症候群。で、これの定義はですね、座骨神経の椎間板性及び骨盤外生固薬を原因とする、臀部から鼠径部への疼痛を呈する症候群。臀部から鼠径部への疼痛って書いてあるんですけども、実際は硬い外側の痛みに効く場合が多いんですね。で、原因っていろいろあるんですけども、まあ、8社以上も含まれていると思っております。で、この治療に対してハイドロリスは非常に有効です。まずこの梨状筋の裏ですね。これが梨状筋で、これ座骨神経見えてますね。
それから、ここの座骨神経を屈曲するこの裏ですね。これ内閉鎖筋なんですけど、これ内閉鎖筋です。で、座骨神経、その間ですね。針をこう進めてますね。で、座骨神経の裏。あとはこの大腿方形筋のところですね。大臀筋と大腿方形筋の間にこの座骨神経があるんですけども、こういうところのリリースですね。この辺も硬い外側物に有効な場合があります。大体私の場合、こう、圧痛で見てることが多いですね。で、今度はこの安行総務ですね。安行総務っていうのは、体表の血流地図なんですけども、硬い外側で言うと24と26ですね。24が腓骨動脈。26が前頸骨動脈。で、ちなみに硬いの後面ですね。ここは痛い人が多いんですけども、これは腓腹動脈とか後頸骨動脈が治療対象となります。で、まず、前頸骨動脈ですね。これ。前と後ろですね。で、ここにプローブを当てて、血流を観察すると、ここうまくね、こう合わせないと、こういう、きれいに取れないですけど、これ血流がかなり落ちているのがわかります。あ、血流が落ちていると、拍動が落ちていると言った方が正確かもしれないですね。ここですね。で、まずここで。で、この血管の近くをやるときは、注入しながらね、薬液を進めるということが大事です。さっきよりこうね、拍動が増えているのがわかります。で、今度はこちら側ですね。腓骨の前方からですね。ここです。さらに、この拍動が改善して、痛みも改善するのがわかります。で、先ほど、A はこっちだったんですけど、今度はここですね。腓骨動脈が、上部脛器の裏に潜るところですね。ここが怪しいと。ちなみに、硬い後面の場合は、ここですね。髄下動脈が、ヒラメ筋の潜るところですね。そういうところが、効果的な場合が多いです。上部脛器の裏ですね。この辺です。こういうところのイメージです。で、今度は、あれですね、硬い後面の場合は、この、ヒラメ筋を潜るところですね。こういうところの、スタッキングファシアが、発現になっている場合が多いと。さて、ここからがメインの話です。これが梅ちゃんで、これが桜って言うんですけど。で、硬い外側は L5、S1 ですね。で、裏が S2 なんですけども。で、こういう、これ血管が屈曲しているところが発現になりやすい。で、これ梨状筋ですね。梨状筋は、非常にこういうバリエーションが多いですけれども、上捻動脈ですね。これ、SGA って上捻動脈。もうこれバリエーションが多いんですね。バリエーションが多いんですけども、この上捻動脈って、この L5 とか S1 の近くを通ってる場合が多いんですね。これ L5、S1。このパターンでも S1。
L5S1。で、これ骨盤の中から見た絵なんですけど、これルンボサクラトランクってこれ L45 からなってるんですけども、これ上電動脈ですね。L5S1 の近くを取ってるんですね。で、ここを拡大すると、これがルンボサクラトランクで L45。まあ、L5 が多いんですけど、あと S1 も近いですね。で、ここに屈曲してるんですね。ここで。屈曲しているところでは、こういうところにスタッキングファッシアが起きやすい。こういうところですね。で、このスタッキングファッシアが、硬い外側痛、部痛に効くんじゃないかというふうに考えてやってみました。まあ、大体考えると効くことが多いんですけど、ここです。血流がちょっと少なくなっても分かりますね。こっちが等速で、こっちが微速なんですけど、で、ここがターゲットになります。ここですね。で、実際の時はこうギリギリやるとちょっと危ないんで、針先をちょっと離したところから、ここですね。この白いところがターゲットになります。ここです。で、ここをリリースすると、先ほどよりかなり血流が、拍動が改善して、で、硬い外側の痛みに有効な場合が多いです。もう一例。今度はこっちが等速ですね。ここが屈曲しているところですね。ということで、このあたりが治療ポイントになります。この辺ですね。でこれもあまりギリギリから狙わないで、ちょっと離れたところから、ちょっと離れたところから、結構ギリギリでやってるけど、うん、でこれもあの薬入れながらね、入れながらやると神経とか血管を傷つけづらいってことですね。かなりこう拍動が増えるのが分かります。で、今まではこの硬い外側のお話をしたんですけど、今度は裏ですね。じゃ裏はどこかっていうと、今度は S2 なんですね、S2。そうすると、こうですね。今度は下殿動脈が近くを通るんですね。S2 で、これ下殿動脈で。裏からこう来て、この辺屈曲してるんですけども、で、さっきのとこはちょっとこっちなんですけど、まあ、この場合は、この、ここですね、梨状筋から出てくるところですね。あと、もうこっちは引きそうなんですけど、ちょっと血管避けづらいんで、ここですね、ここをポイントに、ここですね。あと、こっちの引きそうなんで、これまたちょっと工夫して、またご報告したいと思いますけど、まずはここですね。こういうところのリリースをやると拍動が増えて、硬い後面の痛みに有効な場合があるということです。最後に少し宣伝なんですけども、私も YouTube やってまして、以前はこう遊びのチャンネルだったんですけども、ハイドロリースもやってくださいっていうリクエストがあったんで、今週 1,2 でアップしております。で、昨日ですね、硬い外側普通の痛みの手術が始まりました。これたくさんあるんでね、一個一個丁寧にやりたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。